ヨハンゲオルク、ルイド・シルベストルが、1731年ドレスデンの、旧カトリック墓地にあるヨハンゲオルクの墓ヨハンゲオルク、シュバリエド・サックス、または、ヨハンゲオルク・本作ザクセンは、ドイツ・ザクセン選領の将軍、ドレスデン氏総督。ポーランドとザクセンの統治者、アウグスト教王と、ルボミルスカ公爵夫人、カタリーナの間の婚外子である。アウグストの父の戦定校。 ヨハンゲオルク三世の名を与えられた。後に、不王から正式に認知され、フランス風のシュバリエド・サックスの称号で呼ばれることになった。これはドイツ語では、リッター・フォン・ザクセンと読み替えできる。シュバリエは騎士を意味する語である。ヨハンゲオルクの追い孫で、キセンコ婚の出生子だったヨーゼ・フクサーバー・フォン・ザクセンも、同じく、シュバリエド・サックスと呼ばれた。最初は、 聖職者になることが予定され、1728年、丸タ騎士団の騎士に助任された。しかしその後、アウグスト教王の初出の男子が、皆そうであったように、ザクセン軍に入隊した。第一次、第二次、シュレージエン戦争では、ザクセンの騎兵隊を将軍として率いた。1756年10月15日または16日、ロボジッツの戦いの直後、 ヨハンゲオルクは生き残ったザクセン軍の残軍の全聖員と共にィー・リエンシュタイン3にて敵型プロイセン軍に降伏した。フベルトゥスブルク条約が結ばれた直後の1763年4月、ヨハンゲオルクはイボアニのフリードリヒ・アウグストルトフスキからザクセン軍最高司令官及びドレス電子総督の職を引き継ぐ。 1763年7月27日陸軍減衰に昇進し、7年戦争終結後の作戦軍の組織改革を推進した。1770年1月30日、軍務を引退した。1764年、ドレスデンのリー・リエンシュタインに立つ7年戦争で損傷したクールラント宮殿の復旧と増改築を建築化。 フリードリヒ・アウグスト・クルプサキウスに依頼した。1764年11月27日、ヨハン・ゲオルクは14000ターラーでツイン・ェンドルフ庭園を購入した。彼はこの庭園内にクルプサキウス設計になる華麗なロココ様式の宮殿を建設した。この宮殿はフリードリヒ・シュタット地区に建っていたモシンスカ宮殿及びブリュール宮殿に次いで、 ドレスデンの死壁街に建てられた史上三番目の力休となった。ヨハンゲオルクは退役後、庭園に完全に移って暮らすようになった。大がかりな隠居書を用意したにもかかわらず、ヨハンゲオルクは慣れ親しんだにぎにぎしい宮廷への出入りをやめなかった。長くわずらった後、1774年に69歳で、 自定の宮殿で死去。アウグスト教王の息子たちの中で最も長生きした。意外は、ドレスデンの旧カトリック墓地に葬られた。ヨハンゲオルクは遺言状を書き、父に認知された兄弟姉妹の中で唯一存命していた、モシンスカ伯爵夫人、フリーデリケ・アレクサンドリーネを単独相続人に、指名した。ヨハンゲオルクが生前に残していた夫妻も同時に、引き継いだ。 白爵夫人は遺産と借財を相殺するため、はじめは先帝公、フリードリヒアウグスト3世に、ついでその弟カール公使に、庭園と宮殿を1万5千ターラーで売却することを提案した。この申し出は両者に断られたため、白爵夫人は庭園を自分の所有のままにしようとしたが、兄から引き継いだ借財は、遺産と相殺しても1万ターラーに上っていた。 遺言の執行から間もなく、マルタ騎士団の地方管区長だった、惚れる男爵という人物から異議が唱えられた。ヨハンゲオルクは1728年以来亡くなるまで、騎士修道会に所属し、騎士団に認められた、所得権によれば、彼の個人資産はすべて騎士団に属するはずだ、と彼は選定校に訴えた。これがきっかけで起きた、訴訟の結果は、騎士団に有利な内容となった。 ヨハンゲオルクは自分の作った借金の額を実際よりも過小評価していた。実際の金額は3万6千ターラーに上ったとみなされている。ヨハンゲオルクの資産について改めて破産が宣告され、債権者たちが債権の80%を回収した。資産に関する負債の生産が執行された後、マルタキ次第が相続者として受け取ることができたのはわずか5千。 ターラーに過ぎなかった。レトロビブリオテックで、ドレスナー、ブリートルで、ダスクルランダーパレ、ハットドレスナー、シュッターテールで、ありがとうございます。